案内いたします。列車は間もなく岐阜羽島駅を最高速度で通過いたします。東海道新幹線の駅のホームの長さは400メートルほどございます。時速270キロでは通過に 5.33 秒かかりますが、時速285キロでは約5秒 5.05 秒で通過いたします。名古屋からご乗車のお客様には先ほどご挨拶させていただきました。津山から13号車から順番に乗車証明書をお配りいたします。切符発売の時にお渡しさせていただいた乗車証明書引き換え券と交換になりますので、伺いました時には引き換え券をお手元にご準備ください。なお切符のお持ち帰りをご希望のお客様は、お配りいたします乗車証明書の貼り付け箇所にあらかじめ切符を貼り付けた上で改札口の係員にお渡しください。券面に係員が判子をした上で切符をお持ち帰りいただくことができます。ただいまこの列車は曲線区間を時速285キロで走行しております。今回の車両改良によって N700 系では車体傾斜させることで、直線区間と同様に曲線区間でも時速285キロで走行することが可能となりました。速度向上するために他にも N700 系を N700A の仕様に合わせて3年で80編成の改造工事を行っております。改造された N700 系には車体側面についている N700 のロゴマークの横に小さくアルファベットの A という文字がついています。よろしければ駅などで車両を探してみてください。なおただいま皆様にご乗車いただいております車両は N700A の G 編成と申します。19番目に作られたので G19 編成といい、昨日から営業を開始した一番新しい車両となります。